Thank you.
切るとはね、少し感心したよ。 警察も因果な商売だ。せめて起きても覚えていられりゃな。警察？お前さんの声なんか聞いたことあるんですか？
俺のことわかるかい。ああ、多分な。一時にわかるか。お前さんの余裕っぷり見。よし、ちょっと他の奴らとも話してみるか。そろそろ行かなくては。おや、あ、早速ですが、私にコインを払えば便利な道具と交換してあげましょう。え、つうか、コインなんかより道具の方がずっと。私はここで金を集めてます。金で買えない命はない。これ、うちの営業所に貼ってある標語なんですけどね。世の中、金で買えないものはない。金さ、そして光り輝くコインはまさに金そのもの。それならこの悪夢もコインを積めば助かるとは。どうしてもステージをクリアできないときはコインでアイテムを買うこともできる。もうアイテムを持っている場合は買ったものと入れ替わるので注意しよう。ただし買い物をすると、道具が欲しければ。今夜のご注文。白い石は目の前に石を作り出せる。姉は周りを普通の石に変えるぞ。いや、ああ、あれは本当に俺。どうしてこんな辛い時、しかも僕を覚えていないと。僕は今まで何をやってきたんだ。おい、あれは、お、どうして僕は、ま、え、よ、よ、え、あんたの技の話してんだけど。そうだな。じゃあ俺、切り出しについて説明をしよう。これは、ああ、待てよ。切り渡しについて説明をしよう。切り、足場。いや、いや、どうも。取り戻してやる。なあ、これはし、まさか、そんな、お前、きっと、他人の世話を。来たね、迷える子羊。さあ、今回の質問だ。第5問。どんなに相手が年老いていても。うん、あんたそっちを選ぶ。少しずつだけど。さて、ここをもし越えられたやっとか。仕方ないさ、考えてみなよ。何が言いたい。さあ、そろそろ行くよ。ここが今夜の最終エリア。長く険しい壁が待ちか。